な、お前か。どうだ、飯まで少し話してかねえか。ああ、さっきまでこいつらとお互いの夢とか目標とかの話をしてたんだ。ああ、早く一人前の兵士になって巨人を駆逐する。そして外の世界を自由に探検する。それが俺の夢だ。私の夢は巨人から土地を取り戻すことですね。そうしたら食料は増えますし、ゆくゆくはお肉も。サシャは本当そればっかりだな。あ、俺にもあるぜ。立派な兵士になって村の奴らを見返してやるって目標がな。で、お前は確か。ああ、お前はそうだったよな。いつか一緒にぶっ殺そうぜ。鎧の巨人か。俺見たことねえけど、すげえ硬くて強いんだろ。なんつうか、頑張れよ。それでいろいろな肉料理を。あ、いい匂いがします。そろそろ夕食の時間ですね。お、本当だ、腹減ったな。じゃ、俺たちは先に食堂に行ってるぜ。まあなんだ、お互い夢を叶えられるようにこれからも頑張ろうな。よし、俺たちも飯を食いに行こうぜ。